それでは、場所を変えて東京、中国に参りたいと思います。高橋さんの、ツイッターですね。ますます中国はカオス、ダングレスだわなということで、これ、ヤフーニュースですね。まあ、これは昨日ちょっと紹介をしましたので、次に行きたいと思います。門田隆昌さんの、ツイッターですね。維新の調査ね。まあ、いろんなところの世論調査が今出てきていますけれども、まあ、視聴者の皆さん、団員の皆さん、ご覧の通りで、あります。立憲の酒井さん、そして、維新の金沢さん、そして飯山あかりさんがその次につけているという状況の中で、ただここにですね、共産党の候補者が出ている。で、共産党は立憲を応援するということで出馬は取りやめるっていう話になるんで、そうするとこの7.8が15.6のところに、まあ、単純に、計算はできませんけれども、乗っかるんじゃないかなというようなところで、まあ、立憲共産党への風が想像以上、だが勝負はこれからということで、門田隆昌さんがツイートされておられます。この件について斉藤さんいかがでしょうかね。9番だけ。はい。まあ、僕は公明党のやつもちょっとニュースというか、まあ、見てみたんですけど、公明党の方は飯山さんが非常に悪いんですよね。で、酒井さん、乙武さん、須藤さん、金沢さん、小包さん、飯山さんの順番なんですね。で、まあ、どちらにしてもこれ、小包さんの票がそのまま酒井さんに行っちゃったというふうに考えると、どちらの調査でもダブルスコアに近いんですよね。そうですね。ちょっとこれは正直言って、びっくりしました。あ、ここまで、維新の関係者の方が、江東区を回ってる分には、そんなに立憲に風は吹いてないと思うっていうふうに聞いてたんで、あ、これは予想以上だなと、もしこれが、信じるに足るということが前提ですけれども、ただ逆にね、飯山さん、正直、だからうちの母なんか86歳ですけど、日本保守党知らなかったんですよ。やっぱり、SNS やってない人はやっぱ知らないんですね。で、その段階で、これ、維新の方がこれ3番手につけてるということはですね、これはその認知度が上がった場合には、まだ分かんないぞと。ただちょっと公明党の調査とどうしてこんなに差があるのかなっていうのは、まあ、その浮動票がどこに行くのかっていうのが読み切れてないのか、あと金沢さんが維新の場合は高いですよね。だからまあ、その辺がまあちょっと、維新としてはこう、身内にネジ巻いて、まだいけるぞっていうことで、こういうふうにしてるのか、ちょっと分かんないですけど、ちょっとみんな、週刊文春も今日出てますけど、これもやっぱり酒井さんがトップなんですよね。で、やっぱり、ああ、まあまあ、そんな感じなのかというふうに、まだ分かりませんけどね。副団長いかがでしょう。そうですね、まあ、お二人、皆さん、ご議論している通り、まあ、あれ、区長選にも出ているんでしたっけね、やっぱり知名度が非常に高いと、まあ、で、投票率が下がるとですね、どうしてもこう、まあ、どうしても立憲共産というのは、まあ、頭の頑なな人はもう何も考えずにね、そこに入れると、もう宗教的に入れますので、そういう人たちがやっぱり上に来てしまうわけですね。だから投票率が上がること、無党派の方、普段は、選挙なんてどうせ何も変わらないよと思っている方が投票に行くかどうかがもう、全て、ですよね。で、そしてその中で、まあ、保守の方々は、もう本当にこの選挙、誰を応援したらいいのか、ちょっと真剣に考えてくださいと、もうそれだけですよ、もう本当に皆さんの一票で決まるので、その一票を、どういうふうに皆さんが、取り扱うかということであります。本当そうですよね。自民党が完全にもう乙武さんが
を推薦するの、やいのやいのって言ってたときは、もう完全にそっぽ向いてたんで、乙武さんがこれだけ悪いっていうことは、おそらくもう自民党も国民民主も支持、推薦しないんじゃないのかなと思ったりもするので、そうなったら、だから自民党の区議が持ってる票をどこが取るかでしょうね。そういうことです。そこですね、立憲の票だとか共産党の票やなんかはもう動くことはないですよ、でまあ、自民党が乙武さんを推薦しなければ国民がそれに乗っかるってことでまたさらに立憲にね追い風になっちゃうっていうのはあるんです。でそれを乗り越えようと思えば、まあ、自民党が、まあ、僕もずーっと言ってるんですけども、とにかく乙武さんなんかも推薦するなと、推薦もやめてくれと、あんな人を推薦したら僕らも同じカテゴリーに入れられちゃいますんでね、冗談じゃないと、いうことがまあ叶うようであれば、逆にまたそれがね国民の票が立憲に入る、行ったりなんかするんで、それはあ、だから音立てさんに来るのか、ごめんなさいごめんなさい、だから日本維新の会、保守党、賛成党には行かないんですよね。まあ維新が保守かどうかっていうのはまた別の話にして、つまり自民党が候補者が出ない中での、まあ、自民票をどう取るかっていう話なんですね、でさっき門田隆昌さんが出したあの数字っていうのは維新の数字なんですけども、あとさっきちょっと公明党の数字もおっしゃってましたけど、実は自民党の数字も実は出てます。あと他2つの数字も出てます。この4つは大体同じ傾向です。ちょっと維新の数字だけがなんかちょっと異常値が出てるんで、なんかちょっといじってんじゃねえかなって、僕ら選挙の内部から見てる人間はそんな印象があります。これはね4月5日の世論調査です。ですからまだ乙武さんに、自民党が推薦出すんじゃないかっていう、そういう時期の空気感の話なんでね、まあ、また何度も世論調査が打たれると思いますんで、その都度ですね、生数字はなかなか出せませんけれども、番組で使わせていただこうかなと思います。そして10番、これは三枝さんのツイートなんですけども、先に、動画を見ていただきましょうか。スタッフさんお願いします。こういう際分ければちょっと止めてください、はい、じゃあ三枝さんどうぞ。はい、まあまあもう本当にこの通りです。まあなんかね、いろいろこう、議論を吹っかけられてもずっと黙ってるみたいな感じで、まあこういう人がですね、やっぱり選挙になるとどうしても一定数出てきて、まあ実際ちょっと怖いですよね、こういうのがやっぱりちょびちょび邪魔しに来たりとかすると。だまあまあ今回のね、そのさっきの、内部の情勢調査もそうですけれども、まあこういう人たちが喜ぶような結果になるのかななんて思うと、ちょっとやっぱりがっかりというか悲しいですね。副団長いかがですか。これ、竹子さんがまあこのジェノーって呼んでますけどね、彼はイスラエルがジェノサイドをしていると主張していますが、うんぬんぬんと、まあ、こういうふうにありますけれども、まあ、とにかくもうこの動画で分かる通り、サングラスをしてマスクをして、まあ、自分の、素性正体を隠しているわけですね。なんとかな、つまり、
自分は名乗らずに人を、誹謗中傷をすると。で、そして、根拠を示さずに、ジェノサイドをやめろ、みたいな、ことを、主張しているわけですが、これ本当に厳しく考えれば、単なる、まあ、誹謗中傷名誉毀損、まあ、まだ選挙ではないですけども、人の政治活動の、妨害行為なんですよ。本当は、まあ、国によっては、まあ、こんな、根拠のない誹謗中傷活動を、まあ、政治活動の隣でやること自身が、まあ、違法であるとして、本当は取り締まってもいい、ような、私は内容だと思うんですね。まあ、こういうことが、まあ、日本はなぜか野放しになっているわけですが、もう、こういう、まあ、悪いことやり放題の自由みたいな、状況は私はちょっともう、考え直したがいいというふうに思いますね。でも外出やっててこんなこと年がら年中やられない？俺なんかもう年がら年中だったからね。年がら年中やられるからいいということではないです、ね。本当、うん、いやいいとは言ってない、はい、いいとは言ってない、はい年がら年中やられるんでね、うん、でまあたまには僕なんか拡声器こちら側に向けられて、やられたりなんかするんで、さすがにそれは妨害なん でいつもね僕が凱旋やるとね、まあとある場所なんですけども、僕の声を聞くと必ず建物から出てきて、僕の目と鼻の先1メーター以内ぐらいにぐるりと立て看を立てるおじさんがいるんですよ。憲法9条改正反対っていうね、まあ、あるいはその50センチぐらいのところに3人ぐらいで僕の顔をずっと見ながらふんふんふんつってねやるようなね、まあ、いわゆる嫌がらせですよね。まあ、ここはね僕はまあ、僕なら無視しますね。で無視して逆にそのああくだらないことやってるやつがいるなっていうことを逆にさらして、こちら側の、ま、マウント取った方が、まあ、いいんじゃないかななんていうそんな感じが僕はします。まあ人それぞれだと、思います。はい、それではですね、日米首脳会談ということで、中国念頭に、部隊式統制で、連携と、大統領、そして日朝対話を支持すると。で首相は会談後の共同記者会見で、今こそ日本両国がグローバルなパートナーとして進化を発揮すべきだと表明。大統領は自衛隊、米軍の指揮統制の在り方を現代化させると語りましたと。まあグローバルなパートナーっていうかパートナーなんですかね。なんかとてもとてもパートナーには思えないんですけど、まあそれはまたお二方からコメントいただきたいと思います。でまあ、私の方で、まあ、日米首脳会談、まあ、これは訪朝旅行の色が非常に濃いと。で新たな注文を受け取っちゃいましたね、この米軍の指揮統制の在り方、これね意外とね、特に社民党の福島みずほさんあたりはもっともっと騒いでもいいんじゃないかなと思って、まあ、私は騒いでおりますけれども、まあ、あとは、拉致問題、置き去り、日朝国交正常化が優先されるのかと、まあ、こういう危惧をいたしております。で3番は副団長の、ツイッターなので、先にちょっと副団長、ワンツースリーと、解説コメントを合わせていただけますか。はい、まず、1番、時事の、報道ですね。日米首脳、中国念頭に部隊、指揮統制で連携、大統領は日朝対話を支持と。で冒頭に紹介された通り、まあ、グローバルなパートナーシップ構築、防衛装備品の共同生産で協議体、自衛隊と米軍の指揮統制見直し、米、A、豪と日本の軍事技術協力、半導体の研究開発と、などなどですね、まあ、いろいろ、まあ、その、連携、同盟強化ということに、まあ進んでいるということで、まあ、今回の、
日米の首脳会談は、まあ、基本的に予定通りフルーツフルというか、まあ、成果がしっかりとですね、上がっている内容だと思います。これはもう、本当に両国が本当に必要に迫られて、そしてお互いの必要性をしっかりと認識し合って、やっぱり中国というとんでもない独裁国家の、まあ、覇権主義、まあ、戦争主義ですね、これをもう目の前にしているので協力せざるを得ない、そして本当に協力するにふさわしい相手同士だということで、まあ、深まっているということは、まあ、非常に世界の安定のためにも、東アジアの安定のためにも、日本の安全のためにも必要なことが進んでいると、よろしいことでございますねということではあります。で、2つ目の、団長のコメントは、逆に後で団長から、ね、コメントいただきたいと思うんですけど、先にご紹介があったので私のコメントをさせていただくと、まあ、これ昨日の深夜というか明け方の3時ぐらいかな、ホワイトハウスの日米共同記者会見、ずっと私見ていたんですよ。で、そうすると、まあ、私の見た印象はですね、岸田総理の態度はよろしくなかったんですね。岸田総理は自身の発言にご満悦で、バイデン氏と積極的に目を合わせない様子が印象が良くない。で、この時にちょっと過去の安倍トランプ会談なんか、何度か動画を見直してたんですけど、2017年2月、安倍総理が訪米し、トランプ氏と会談した時、19秒間も握手が続き、史上最長の握手と報じられた、まあ、こういうことがあったんですね。もう本当に両者、もう特にトランプさんの側がもう安倍さんをしっかり見て、も手を片手ではなくて、ペンペン両手添えてですね、何度もこう、叩いてですね、叩くっていうか、まあ添えてですね、もうやっぱりその見てる皆さんびっくりするぐらい親密な状況を、わざとらしくじゃなくてですね、本当にこの2人仲良しなんだという状況を世界中が、まあまあ、目撃した、そういう会談をやって、でこの時だけなく、安倍さんというのはどんな方が会談相手の時でもですね、常に会談相手に非常に気配りをする、まあ、目線を送ったりうなずいてみせたり笑顔を見せたりですね、本当にホスピタリティあふれる本当上手なリーダーなんですけど、残念ながら岸田さんはですね、少なくとも今回の、記者会見の時はですね、まあ、なんだかふんぞり返ってですね、もう、まあ、俺はやっとアメリカのホワイトハウスで記者会見やってんだ、うん、俺最高みたいな感じに私には見えました。というのが、ちょっとこうやっぱり外交っていうのは絵でもって判断される部分もあるので、まあ、自分が話した後、通訳を促す態度もね、なんか顎で見せるみたいな感じのところが、私はとってもはっきり言えば嫌だなと思いましたが、そういうところちょっとね、もうちょっと上手にやってほしかったなと思います。はい、ありがとうございます。